こんにちは、ゆうたびチャンネルです。今回は和歌山県白浜町にある大人気スポットアドベンチャーワールドにやってきました。アドベンチャーワールドは動物園と遊園地と水族館が一つに集まった巨大なテーマパークで、世界的に珍しいパンダが見れたり、クオリティの高いショーがとっても大人気の施設です。今回はそんなアドベンチャーワールドを1日で効率よく回るプランを紹介します。この動画を見てぜひアドベンチャーワールドに足を運んでみてください。それでは動画スタート。駐車場に到着しました。駐車料金は1日1200円。駐車スペースは5000台あるので余裕を持って止めることができます。これがちょうど開園30分前くらいなんですけど、このくらいの混み具合でした。この時間に来れば入り口近くに車を止めれる割合が高いんじゃないでしょうか。ちなみに今日は夏休み期間の月曜日、平日に来ています。すごい。時刻は何時？9時29分で、こんな感じです。まだそんなに並んでない。こっちがチケット売り場やけど、休日とかだとチケット買うだけでも30分とかかかっちゃうらしい。まあでも今回僕らはネットで買ってるので、チケット売り場には寄らず、もうこのままここで待ちますか。はい。あ、パークガイド取っとこうぜ。パークは大きく分けて3つのエリアに分かれています。黄色で示したサファリワールドは主に陸の動物が暮らすエリア、青のマリンワールドは海の生き物たちが暮らすエリア、ピンクはエンジョイワールドで多彩な乗り物に乗れたり、犬などとの触れ合いをすることができるエリアです。今日はこの3つのワールドを全て回ろうと思います。あ、今日の時間乗ってるやん。いっぱいあるね。でも一応事前にそのこの日は何時からっていうのは全部公式ホームページに載ってる。だからそれを見てある程度コースは決めた方がいい。ちなみに12歳から17歳は1人4300円、4歳から11歳は1人3300円、65歳以上の方は1人4800円です。うまい。わーい。え、早っ。ちょっと早めだ。ちょっと早めだ。おー、いいね。あー、でもちゃんとあれやわ、10時になるまではぴったし10時にピッてすんね。あ、10時になったで。すごい。早い。なんかショーみたいな曲流れてる。はい、やったー。荷物が多い方は入場してすぐ左手にコインロッカーがあるので、このタイミングで入れておきましょう。で、本来はね、僕らパンダをそのまま見に行くべきなんですよ。でも我慢できへんね。入場してすぐ左手にパーク最大のショップがあります。たくさんのパンダグッズや園内にいる動物たちのグッズ、さらにお菓子なども売っています。パンダグッズどこ？え、あるじゃん。あるや。ちょっとちっちゃいかも。でもかわいい。それで1位や。あのパンダを意識したコーディネート。気持ち悪い。モノクロすぎて気持ち悪い。それで行く。こっちの方が可愛くない？え、どっちがいいかな。はい。入場ゲートからすぐ右にウェルカムルームがあります。レッサーパンダと会えるで。え、かわいい。見て。え、かわいい。
え、なんかお人形さんみたい。どうしたの？どうしたん？目開けてるよな。あ、寝てるわ。寝てる？うん。あ、ごめんね。いや、ユミなんかぬるっとカチューシャつけてるけどさ。これはもうね、恥ずかしがらない心が大切。全力で楽しむ心が大切だから。よし、じゃあそのまま奥突っ切ってパンダラブに行きましょう。オッケー。ここもね、こうやって記念撮影してくれる。めっちゃいいな。これはね、入場の時は結構人が多いけど、後で来たらまた。あ、本当。パンダラブ、あこやあこ。ん？あこあこ、あの建物。あ、ちょっと並ばな。すげえ、パンダ見るのにこんな並ぶの。すごいな。ここがね、パンダラブっていうところなんやけど、で、アドベンチャーワールドは4頭のパンダがいるんよね。で、ここでは2頭のパンダに会うことができて、ユイヒンとフーヒンです。あの、アドベンチャーワールドは白浜の浜の字を使って、ね、なんとかヒン、シャンシャンみたいな感じじゃないの。そうそう、なんとかヒン、ちょっと見えてる？もうすでに。あれ気になる。笹めっちゃむさぼり、むさぼってる。で、日本でさ、パンダが見れるのって3カ所だけらしくて。あ、あれ2カ所じゃないの？うん、なんか神戸の方でも見れるところがあって、あ、神戸市立王子動物園のところは見れるらしい。あと上野動物園とアドベンチャーワールド。上野動物園も4匹いるんだな。同じ数はいるけど、まあ多分人の数的にはアドベンチャーワールドの方が見やすい。こんなじっくり見れないと思う。そうで、近いんよ、パンダまでの距離が。そうだね、ここは。ゆうさ、え、ゆうさ、今気づいてんけどさ、カチューシャ逆やで多分。え言ってよ言ってよこれ左がな、フーヒンや。フーヒンで、右がユイヒン。なんかユイヒンは頭頂部のとんがりがチャームポイントらしい。ほんとだ、とんがってる。かわいい。あ、すごいな。パンダはさ、笹しか食べへんからさ、うんちとかも臭くないねんて。あ、そうなんだ。そうそうそう。あれ実はさ、竹食べてるけど、竹を消化する酵素みたいなのが内臓にないらしくて。じゃあ全部まんま出てくる。そうそうそう、 80% ぐらいはそのまま出てくるから、うんちも臭くないのって。そうなんだ。バイバイ。で、今からね、もう一個のパンダゾーンに行くんやけど、うん、ブリーティングセンターっていうところね。うん。なんでパンダをね、朝一で見るべきかっていうのが、うん、パンダね、今笹いっぱい食べてたやんか、うん、人間と一緒でお腹いっぱいになると寝ちゃうんや。あ、だから動いてるパンダを見たければ朝一に行くべき。いや、寝てるパンダも気になるけどね。まあな。あ、ここはこういうスタイル。あ、こういう感じね。でかい。おお。なんでそっち向くんやん。かわいい、めっちゃかわいい。なんでそっち向くんやん。このラオキンはね、あれやで、みんなのお母さんやね。あ、そうなんだ。そうそうそう。これ日本で生まれたパンダとして初めての出産をしたパンダらしくて、今までに10頭の赤ちゃんを産み育ててきた。すごい。子育て上手ですね。おぉ、買った。すごい動くな、この子。ブリーディングセンターにはアドベンチャーワールドのパンダの家系図やパンダの飼育の歴史が展示されています。
次のイベントまで少し時間に余裕があるので、センタードームで軽食を食べようと思います。すごいな。パンダ見てまーす。じゃあ、お金行かせていただきます。おいしい。中華あんタイプの。ああ。パンダ味感じる？パンダ味は感じない。どうする？パンダの肉とか使われる？怖い、やめて。小腹が満たされたところで、11時15分から開催されるイルカショーマリンライブスマイルを見に、ビッグオーシャンに向かいます。ここで買うこともできてんな。なるほど。だからこういうのを食べながら見るっていうのもありなんや。いいね。ビッグオーシャンは3600人が収容可能な会場です。ショーが始まる15分前くらいに来ましたが、すでに下段の席はほぼ満席でした。見やすい席で見ようとすると30分前くらいから席を確保する必要がありそうです。イルカやクジラとトレーナーの息の合ったパフォーマンスショー、マリンライブスマイル。水中から跳躍するジャンプは迫力満点です。でかっ。今まで見てきたイルカショーと比べて、トレーナーと一緒にパフォーマンスしてる感がすごい感じれました。トレーナーとイルカとの絆が見られて、ショーの名前であるスマイルにもあるように、見ていて自然に笑顔になれる素敵なイルカショーでした。1日2回開催されているので、ぜひ見に行ってほしいです。イルカショーを見た後、12時からアニマルアクションという別のショーを見に、すぐ近くのアニマルランドへ向かいます。皆さん同じような流れで行動されている方が多いので、人が流れる方向に歩くとたどり着けるかなと思います。すごいな。アニマルランドです。では12時から。アニマルアクションはいろんな動物が登場するコミカルなライブで、お客さん参加型のとっても楽しいショーです。ぐるぐる回して、せーの、アニマルアクション。うわー、怖すごい。アシカや犬、鳥などいろんな動物が次々と登場します。めちゃめちゃ可愛くて思わず笑みがあふれるショーで、とっても面白かったです。めっちゃ可愛い。これほんますごいな。いろんな動物出てきてさ、みんなちゃんと絵も見て、ね、ほんま他にないわ。アニマルアクションを見終えて、エンジョイドームにやってきました。エンジョイドームでは、ジェットコースターやキッズスペースなど、多くのアトラクションが充実しています。屋根もあるので、雨の日でも楽しめるのがいいですよね。あ、なるほどね。こういう、一個一個の乗り物。その奥に、フリーパスがある。あー、フリーパスもある。12時23分。フードコートの様子はもう割と座れんこともないし、全然ピーク時でも行けそうや、フードコートには4店舗のお店があり、和歌山ラーメンや動物をモチーフにした料理が提供されています。動物モチーフのグルメが多いので、お子さんも喜ぶこと間違いなしですね。2階なんですが、意外と席が空いてます。ペンギンオムライス、パンダ特製カレー、中辛。いただきます。はい、カレー。まあこのパンダに意味がありますからね。いただきます。卵とろとろ。
フードコートの他にもレストランやカフェ、ベーカリーショップなど様々なお店が園内にあるので、お昼や軽食には困らないかなと思います。今気づいたけど、お皿がめっちゃアニマル。お前サファリゾーンちょっと楽しい。ケニア語で結構ね、他にもカートとか、あれ、あ、そうそう、あと歩いたりとかもできる。無料なものだとウォーキングサファリとケニア号の2種類、有料だとサイクリングサファリやカートサファリ、さらに事前予約が必要な車両貸し切りの乗り物もあります。回り方によっては肉食動物エリアに行くことができないので、そこだけご注意ください。私たちは無料のケニア号に乗って回ります。ケニア号はサファリワールドの全ての動物たちを一周約25分で見ることができる列車型の乗り物です。10分間隔で運行していて、だいたい20分ぐらい待って乗ることができました。あ、涼しい。あ、冷房ついてる。嬉しい。サファリワールドでは様々な種類の動物たちのありのままの姿を見ることができます。ケニア号では車内放送で動物たちの解説を聞くことができます。いろいろ混じってるやん。大きな体に見合わず身軽で2メートルほどジャンプできます。え、2メートル。ライオンやトラ、チーター、ホワイトタイガーと迫力満点かと思いきや、お昼後だったのでお昼寝している動物が多かったです。もうあれすごい足足よ。期間限定でナイトサファリも開催されているようなので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。よかったな。うん、すごい休めたし。確かになんか全部回れて、そう、快適だった。次、ふれあい広場系行こうかな。こちらふれあい広場です。ここから入れるわ。柵がないエリアが多く、動物たちを間近で見ることができます。え、すごいガチャガチャやな、ね、もろもろもろって出てくるんだ。噛むことがあるらしいで、あ、コロナしかちょっとお揃いな。お前はちょっとお揃いやん。はい、どうぞ。あ、コチョバイ、めっちゃコチョバイな。これは予約なしでもできる。なんであんな口元汚いの。よだれ、あれよだれじゃない。最後にセンタードームにある怪獣館にやってきました。7種類のペンギンたちやアシカが生き生きと暮らしています。
重そう。歩いてる。重そう。夕方の3時からはペンギンの餌やりを見学することができます。ホースキャンプ体験ができるんやね。あ、乗ってる。おお、すごいな。じゃあもうある程度回ったので最後お土産を見て帰りましょうか。もう一回パンダラブ行こうよ。パンダ？うん、昼間寝てるでしょ。そうやな、寝てるパンダも見ようよ。最後見に行こうか。あー、危ない。寝ちゃってる。こっちはユイヒンはグースかピースかやな。お、この時間やと空いてるね。え、この時間やと空いてる ね。だからはーい、俺らの写真とそれぞれのパンダちゃんの写真。かわいい。これ無料でもらえるの嬉しいな。また思い出の写真が。はい、じゃあ出口出ますか。おーい、はい、あー、今何時や。3時半。うん、あ、でもそれぐらいでも十分回れたね。まあなんか日によってはナイトサファリとか夜にやるイベントもあるみたいなんで、まあ、あの今から入られる人もいるかもしれないですけど、朝からならこれぐらいかな。4時ぐらいには多分みんな帰る感じかなと思います。ではでは、みんなアドベンチャーワールドにこの夏行ってみてください。ぜひカチューシャをつけて。バイバーイ。